はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はこんな感じでちょっとかっこいい系のメイクをしてみました。で、今回使ったアイシャドウなんですけど、この前いつも応援してくれてるエリカちゃんっていう子にこのアイシャドウパレットをもらってすっごく嬉しかったので、ちょっとこのアイシャドウを使ってメイクをしてみました。ちょっとなんかいつもとは違った大人な雰囲気になったので、よかったらぜひ見てください。ではレッツゴー。それではメイクを始めていきます。カラコンはエンジェルカラーのバンビシリーズのヴィンテージブラウンを使っています。このコンシーラーすごくお気に入りで、プチプラなんですけどカバー力がとてもあるのでおすすめです。このオーキャンメイクのパウダーもプチプラなんですけどカバー力がとてもあるのでよく使っています。今回も眉毛はブラウンで描いていきます。山を作らずにちょっと太めに描いていきます。今回はアイシャドウとリップが濃いので眉毛の緩みを抜いていきます。はい、そして主役のアイシャドウパレットの登場です。まず暗めの色を二重幅ぐらいに塗っていきます。そしたらこの色でぼかすような感じでアイホール全体に塗っていきます。目尻にかけてグラデーションになるように塗っていって、下まぶたも同じ色で全体的に塗っていきます。そしたらまたさっきの色を取ってちょっと目尻に色味を足していきます。そしてこのブラックでアイラインの代わりを描いていきます。下にも3分の1ぐらい入れていきます。ビューラーでまつげを上げて、このケイトのラッシュマキシマイザーでまつげのカールをキープしていきます。眉毛にも使ったこのシャドウでノーズシャドウを入れていきます。シェーディングも入れていきます。そして今回使うリップなんですけど、茶色っぽい色味なのでチークはこのぐらいピンクでもいいかなと思います。ハイライトは T ゾーンと顎と目の下と眉下と C ゾーンに入れていきます。はい、このマスカラなんですけど液がドバッて出てきちゃうので、こんな感じで蓋のところでちょっと押さえてから塗っていきます。上下ともバサバサ塗っていきます。アイメイクはこんな感じです。で、今回はこのクリスマスコフレに入っていたストーンという色味を使っていきます。結構なんか外国人の方がつけてそうな色味ですよね、この色。なんかちょっとグレーがかったブラウンになってます。ちょっとこれだけだと顔色が悪く見えすぎてしまうかなと思ったので、こんな感じのちょっと赤茶っぽい色味を足したらメイク完成です。はい、今回はこんな感じでメイク完成しました。もう本当にこのアイシャドウ使いやすい色味ばっかりですごく使っています。本当にありがとうございます。あとリップなんですけど、リップは最近マックのクリスマスコフレを買ったと思うんですけど、それに入ってたブラウン系のリップを2つ使ってみました。今までに使ったことない色味ですごい似合ってるかどうか不安なんですけど、でもこれもすごく可愛い色味で今後もちょっと使っていきたいなと思います。で、全体的なポイントとしては結構目と唇でもうインパクトがボンってあるので、眉毛はちょっと今回色を抜いてみました。いつも私黒とかで描いていたりとか眉マスカラあんまりしないんですけど、ちょっと眉マスカラをして眉毛の存在をいつもよりは薄めにしたつもりです。であと結構口紅とかもちょっと血色悪そうな顔に見えてしまう色味なので、チークはそんなにナチュラルめじゃなくて結構がっつり入れてもいいかなと思います。はい、今回はこんな感じで
エリカちゃんにもらったこのアイシャドウを使ってメイクをしてみました。本当にまだまだいろんなメイクの仕方とかがあると思うので、いろんなメイクに挑戦していきたいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画を見てくれると嬉しいです。じゃあバイバーイ。We'll be right back.